こう問いかけたのは合田智樹さん34歳、 ALS 筋萎縮性側索硬化症。体を動かす命令が筋肉に届かなくなり、体のあらゆる筋肉が衰える難病です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。今は自力で歩けなくなり、手はわずかに動くほど。言葉を発することは難しく、パソコンで入力した文字を録音した自分の声で読み上げる合成音声を使うこともあります。今日はよろしくお願いします。合田さんが ALS と診断されたのは29歳の時でした。その時はマジかみたいな驚きの方が大きかったです。できるだけ考えなくてもいいようにしてました。それに子供がまだ小さかったから日々が忙しかった。診断を受けたのは3人の子供を育てながら観音寺市に一軒家を建てた矢先のこと。看護師として勤めていた病院を辞め、働くことを諦めました。ALS は今のところ完全に治す方法はなく、進行すると自力で呼吸することもできなくなります。だんだん気を紛らわせるのも限界になってきたというか、考えんようにしよったけど、それがとうとう目の前に来た。そこからどんどん精神的に落ち込んでいきました。そして去年1月、合田さんは自身のブログにこう記しました。人間と猿の違い。できないこと、歩けません、立てません、起き上がったり寝返りもできません。やりたいのにできないこと、子供を肩車する、絵本を読む、愛する妻を抱きしめる。問い、私は人間でしょうか。飯間雅弘さん、合田さんの友人です。ブログを見た翌日、合田さんのもとへ駆けつけました。なんて言ったらいいんだろうかって思ったんですけど、ただ実際に人間って考えることもできるし、考えることができるのと感情があるっていうところは人間でしょうっていうので、そこでも仕事しろって言いますね。そういうのも面白いっちゃ面白いですかね。合田さんは飯間さんの勧めもあり、経営や起業などを学び、コンサルティングなどを始めました。この日はクラウドファンディングを手伝った人との打ち合わせ。合田さんは人々に訴えかけるストーリーを考えました。もう文章力がね、とてつもない。そのクラウドファンディングを呼んだ方がすごい感動しましたとか、心がほっこりしましたっていう内容を送っていただいて、まあ、これ僕の力じゃなくてもう完全に合田さんの力やなと思って。クラウドファンディングではカフェを開くために170万円を超える資金が集まりました。身体障害者は体が不自由だけど考えることに問題はありません。スキルがありながら埋もれてる人がたくさんいます。障害を理由に諦めようとしている当事者の支援をします。ただ合田さんは飯間さんと働く中で不安を口にしたことがあったそうです。合田君から僕と関わって大丈夫ですか飯間さんみたいなことを言ってきて、いずれお見送りする可能性もあるんですよって言われたんですけど、諦めない経営塾、一番のテーマの働く目的っていうところですね。この働く目的っていうのを皆さんに発表していただきます。
郷田さんは飯間さんが主催する月に一度の経営塾に参加しています。保険の営業のイメージアップ、人の役に立つため、人に喜んでいただくため、香川県で一番の接骨院グループにしていくということです。人々が思い描く働く目的、郷田さんに順番が回ってきました。今回あえて資料を作らずに合成音声だけで郷田君が挑戦したいっていうようなところですので、じゃあ行きます。はい、郷田智樹です。僕の働く目的は ALS を治すことです。どうしてもそこを諦められないんで、いろいろやりたいことはあるけど、自分中心の働く目的にたどり着きました。僕は働いてないと生きることに絶望して死ぬと思うんです。この2年寝返りができないから熟睡できたことはありません。夜は2時間ごとに目が覚めます。食べるのも寝るのも自分の自由にできない。安全欲求も病気があるから満たされない。だけど所属欲求、承認欲求は仕事をすることで満たされる。生理的欲求、安全欲求という舌のコップが割れているから、全ての欲求を満たすためには仕事をして上からどんどん注ぎ続けなければならない。割れたコップの自分が自分のためだけがなくて、いつか本当に誰かのために何かできるようになるために。だけど結構しんどいです。辛いです。でも死なない、生きるって決めたから。 ALS を治して遊びまくってぐっすり眠って、子供たちを思いっきり楽しませて、妻を力いっぱい抱きしめる。僕にとって働く目的は生きる目的でした。飯間さん、すいません、ちょっとまあ彼がいろいろとしんどいことは知ってるし、まあ、しっかりやっぱり生きていってほしいし、まあALS がほんまに治るための応援はできたらなと思います。僕からは以上です。問い、私は人間でしょうか。僕は皆さんとつながる心で生きています。つながりがあるから僕は人間でいられます。この2年間で生きるんだ、諦めないんだと言い続けていると、僕を一人の人間として、対等な仕事仲間として、接してくれる人たちが増えてきました。それがどんなに嬉しかったことか。体が動かなくなっても、諦めない男が、ここにいます。僕は生きています。